一般名イソソルビドとして知られる医薬品は利尿剤などとして用いられる製剤である。日本国内での商品名はイソバイドが知られている。最近ではゼリー状の商品もある。ジンクリアランス性が高いため、硝酸エステルは強心症薬として利用される。この場合、イソソルビド自体には強心症に対する作用はない。脳腫瘍時の脳圧効果。 頭部外傷に禁する、脳圧更新時の脳圧効果、腎、尿管血石時の利尿、緑内障の眼圧低下、メニエール病、急性低温障害型肝温難症、イソバイドシロップ製剤の一例蛍光吸収後、血液の浸透圧を増大させるので血管中に、水分を貯留させ、不死を除く作用がある。すなわち、脳腫瘍時の脳圧効果、頭部外傷に禁する、 脳圧高新時の脳圧効果、緑内障の眼圧低下あるいはリンパ系の不臭やメニエール病に対して血管外水分貯留を除く目的で利用される。単独あるいは他の作用基準の利尿剤と併用される場合もある。一方、人においては糸球体より分泌された後に尿細管で再吸収されないため速やかに体外に排泄されるとともに、 尿細管浸透圧を増大させるので尿量が増加する浸透圧利尿作用を持つ。なお、長期連用で電解質代謝異常を起こすことがある。蛍光投与の24時間でおよそ80%程度が未変化体のまま尿中に排泄される。ありがとうございます。